はい、どうも、鏡町です。はい、今日も一日一曲聴いていきましょう。これですね、ラストクリスマス。ただね、僕はワームじゃなくて、ヒューマンネイチャーのアカペラのやつをご紹介したいと思います。はい、本当ね、このヒューマンネイチャーっていうグループ、そんな多分日本では有名じゃないんだろうなと思うんですけど、僕こういうボーカルグループ大好きで、本当もともとこのヒューマンネイチャーは Don't Say Goodbye っていう曲があるんですけども、それをね、紹介したかったんですよ。なんですけど、ちょっとね、このせっかくクリスマスの時期でラストクリスマス紹介したい。だけど、その中でも一番好きなの、このヒューマンネイチャーの、ラストクリスマスだなっていうので、ちょっとね、これ取り上げちゃったんですけど、絶対ヒューマンネイチャーの Don't Say Goodbye もやります というのは言っておきたい。ほんと、この、でも、この Don't Say Goodbye も名曲なんですけど、ラストクリスマスもね、これを紹介したかった。このヒューマンネイチャーバージョンを、はい、僕もちょっとカバーしたことあったりとか、ちょっともう今年はもう間に合わないけど、ね、来年とかカバーし直そうかなぐらいの、感じで思うぐらい、大好きな、もう元ラストクリスマス自体好きなのに、このアカペラバージョン神なんで、本当ね、ヒューマンネイチャーのやつをぜひ、まあ、いっぱい聴いてほしい。はい、ということでですね、はい、ヒューマンネイチャー、ちょっとね、もう多分みんな知らないと思うんだけど、ちょっとぜひ聴いてみてくれたら、多分ね、ハマる、音楽好きな人でハマる人はハマるかなと思います。はい、なんでね、ぜひヒューマンネイチャー聴いてみてください。ありがとうございました。鏡中でした。